川島宇一郎川島宇一郎から1904年12月15日は、明治時代の滋賀県の政治家。1841年11月17日天保12年10月5日、旗本口木の綱の家臣、川島新広氏の一子として、大見国高島郡長尾村に生まれる。父は、旧木家教トルス巨役を務め、宇一郎は刑において岩岡築須に官学を収め、 戸田恵之介に県を習った。慶よりききご自宅で近隣指定に感覚を教えていたが、1875年、高島軍第八区長となり、1879年4月20日、第1回滋賀県県議会開催に際し、宇一郎は高島軍選出県会議員として、議員64名の一人に選ばれた。八百八十年五月第二代、滋賀県議会副議長に、また、 滋賀県会議長に1881年5月第3代1886年2月、第5代1890年3月第7代議長に、誤選された。1890年7月1日、第1回衆議院議員総選挙に立候補し、東大予備門の校長等を務めた杉浦茂武が当選し、一郎は、時点で落選。しかし杉浦が、翌年月辞職したことから、 補欠選挙において当選し衆議院議員となった。1892年2月15日、第2回同選挙にも当選したが、政党政治に移行する、中第3回から第5回まで連続立候補、駿河政党に属さず落選した。1898年初の高島軍会選挙が行われ出馬し、初代議長となり、1900年再度県会議員に立候補し当選した。 この間、1897年高島銀行、1898年には、滋賀県農耕銀行設立に関与し、高島銀行頭取、滋賀県農耕銀行取締役を歴任し、1904年12月15日に死去した。自宅に私塾を設け無償で感情を教え、また熟成と政治について論じ、タイズが苦問をすることの大切さを説いたと伝えられている。 ありがとうございます。